にちは。佐藤さん、お疲れ様です。お疲れ様です。こんにちは。夜型さん、今日も可愛いね。ありがとうございます。レバーサマーさん、おはよう。またまた朝4時のフロリダから見てます。見てくれてありがとうございます。新玉さん、タコさん、ありがとうございます。和彦さん、こんにちは。富士さん、タコさん、ありがとうございます。ネバーサマーさん、流れ星、ありがとうございます。くんちゃんさん、お疲れ様です。お疲れ様です。うちぴさん、今日も可愛いね。ありがとうございます。つりーしさん、こんにちは。まりさん、ネバーサマーさん、ピカピカ、ありがとうございます。まなつさん、こんにちは。じゅんいちさん、昨日ぶり来てくれてありがとうございます。こんにちは。ナチュラルさん、ポニーテール見せてほしいな。ポニーテール見えますか。ここ高い位置です。レモンさんですかね。タコさん、ありがとうございます。ジョーさん、ドロンパさん、こんにちは。皆さん、こんにちは。リカさん、かわいい、ありがとうございます。レバーサマーさん、目覚ましかけ忘れたけど、ミラクルで2分前に目が覚めた。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。こんにちは。はるさん、のろちゃん、こんにちは。こんにちは、来てくれてありがとうございます。ネバーサマーさん、ピカピカ、ありがとうございます。こんにちは。あかつきさん、ピカピカ、ありがとうございます。よっしんさん、流れ星、ありがとうございます。こんにちは。パパチンさん、今日も可愛い、ありがとうございます。ニャムさん、関西弁ってね。そうですね、関西弁はあまり出ないですね。でも普段は多分めちゃくちゃ
出ると思います。けむりずいさん、こんにちは。皆さんこんにちは。ニャムさん、ハートありがとうございます。くんちゃんさん、今日の髪型も可愛いね、ありがとうございます。今日はポニーテールですね。高めの位置のポニーテールです。こんにちは。ゆうくんさん、応援してる、ありがとうございます。ぜひもっともっと頑張ります。きにのらさん、こんにちは。たけまるさん、こんにちは。来てくれてありがとうございます。ナチュラルさん、かわいい、ありがとうございます。ゆうくんさん、ポニーテールかわいいな、ありがとうございます。ポニーテールはめちゃくちゃ好きです。スリさん、かわいいタコさん見てる。そうですね、タコさん買ってきてもらいました。来た時のために買ってきてもらいました。まーさん、ナチュラルさん、タコさん、ありがとうございます。トマトさんも、タコさん、ありがとうございます。ネバーサマさん、ポニーテール、かわいいね。まだ髪が短かった。そうですね、髪がまだめちゃくちゃ短いですね。めちゃくちゃ早く伸びてほしいですね。こんにちは。フニーさん、ハートありがとうございます。こんにちは。なっちゃんさん、かわいい、ありがとうございます。ぜひもっともっとかわいくなれるように頑張ります。すずめちゃんさん、こんな感じですか。音符ありがとうございます。こんにちは。ハートありがとうございます。こんにちは。こんにちは、初見です。初見さん、こんにちは、来てくれてありがとうございます。 NMB48 さんの10期生オーディションに参加させていただいている、エントリーナンバー66番のロロです。ぜひ楽しんでいってください。こんにちは。お星様ありがとうございます。すゆさん、こんにちは。のりてつさん、こんにちは。皆さん、こんにちは。おおかみくんさん、今日もやってきたよ、ありがとうございます。来てくれてありがとうございます。たんさん、学校では何が流行ってるの。学校ではですね、 TikTok の音源やダンスが流行ってます。めちゃくちゃ学校は TikTok の動画系が流行ってますね。スマタンさん、こんにちは。こんにちは。レイレイさん、ヒロさん、こんにちは。夏目さん、こんにちは。オオカミくんさん、フォローしてます、覚えてね。
そうですね、頑張って覚えます。皆さんのこともぜひぜひ覚えられるようにしていけたらなって思ってます。スマタンさん、タコさん、ありがとうございます。タキさんですかね、こんにちは、こんにちは。ひらっぴちゃんさん、ハートありがとうございます。こんにちは、こんにちは。ゆうくんさん、ハートありがとうございます。ジャミさん、優勝ありがとうございます。ぜひショールームの審査じゃなくてもダンスと歌最終審査が合格できるように頑張ります。まーさん、ハートありがとうございます。ルーサさん、こんにちは、こんにちは。来てくれてありがとうございます。あゆみくんさん、こんにちは、こんにちは。まーさん、流れ星ありがとうございます。ネバーサマーさん、今日は髪がバッチリ見えるね、読みやすい、ありがとうございます。見やすいところにありました。ジャミさん、ポニーテール、そうですね、一応はポニーテールです。いや、めちゃくちゃ髪が短いのでポニーテールじゃないかもしれません。こんにちは、こんにちは。はるさん、今まで何か習い事はしたことありますか。チャレンジタッチとダンスの体験は行ったことあります。ゆうくんさん、だるまさん、ありがとうございます。ナチュラルさん、今日も友達にバレずに帰ってきたか。そうですね、今日も友達にバレずに、雨が降ってるから先帰るねって言って帰ってきました。ゆきおさんですかね、こんにちは、こんにちは。ひらっぴちゃんさん、ポニーテかわいい、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。ルーサさん、タコさん、ありがとうございます。テリモキさん、こんにちは、こんにちは。ハルさん、タコさん、ありがとうございます。トマキさん、こんにちは、こんにちは。マナティさん、初見です。初見さん、こんにちは、来てくれてありがとうございます。ぜひここの自己紹介を見てくれたら嬉しいです。ぜひ楽しんでいってください。ネバーサマーさん、タコさん、ありがとうございます。こんにちは。ルルさん、こんかわいい、ありがとうございます。嬉しいです。わーさん、こんにちは、こんにちは。山崎さん、こんにちは、こんにちは。来てくれてありがとうございます。マナティさん、小学若すぎる、ありがとうございます。ですね、小学6年生です。10期候補生で小学6年生の方多分1人いたかなと思います。ヤシさん、タコさん、たくさんありがとうございます。カゴヤンさん、こんにちは、こんにちは。来てくれてありがとうございます。初見です。初見さん、こんにちは、来てくれてありがとうございます。ぜひ白いハートマークをタップしてピンクにしてくれると嬉しいです。とし和さん、こんにちは。ラクさん、こんにちは。ゆ
ゆうくんさん、流れ星ありがとうございます。イートさん、ハットさん、こんにちは。カチミンさん、かわいい、ありがとうございます。ほのかさん、こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとうございます。チニノラさん、タコさん、ありがとうございます。イートさん、タコさん、ありがとうございます。ゆうくんさん、バラありがとうございます。おそらちゃんさん、はじめまして、はじめまして、来てくれてありがとうございます。ぜひ白いハートマークをタップしてピンクにしてくれると嬉しいです。みてろさん、ヒョウ柄のタコをもらった人数でも最終審査に行けるのでギフトお願いします。書いてくれてありがとうございます。そうですね、ヒョウ柄のタコをもらった人数でも最終審査に行くことができます。村上さん、こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとうございます。虹さん、 NMB48 さんに入るとダンス大変だと思うけど、ダンスは得意ですか？ダンスはあまり得意ではない方です。でもダンス得意ではありませんが、それなりに頑張っていこうとは思ってます。モナティさん、もし登録で入ったら一番最年少や。そうですね、一番最年少になります。ぜひ入って最年少になれるようにしていけたらなって思ってます。チャトロクさん、こんにちは、こんにちは。ポテチさん、今日も長時間配信。そうですね、今日も長時間配信ですね。ノリグラタンさん、こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとうございます。ジョナさん、いいね、ありがとうございます。ハルさん、サイドの編み込みとかしたことありますか？編み込みはそんなにしたことないですね。編み込みは1年に1回くらいです。ポテチーさん、タコさん、ありがとうございます。ジョージさん、こんにちは、こんにちは。初見です。初見さん、こんにちは、来てくれてありがとうございます。ぜひ楽しんで行ってもらえたら嬉しいです。リコさん、こんにちは、こんにちは。ヤンチャさん、こんにちは、来てくれてありがとうございます。アスカさん、ニノタケさん、こんにちは。イノリンさん、マスクさん、こんにちは、こんにちは。ヒラッピちゃんさん、ダンス得意なの？ダンスはあまり得意ではないですね。こんにちは。ネバーサマさん、鬼ごっこもやってるんでしょ？今日はですね、鬼ごっこやってなくて、友達の家でたくさんの人数の人と遊びに行きました。めちゃくちゃ楽しかったです。ペンペンさん、コロワンさん、こんにちは。マサヒコさん、こんにちは。クラッシーさん、タコさん、ありがとうございます。ひろまゆさん、たかさん、こんにちは。ジョナさん、猫ちゃん
ちゃんがお腹すいたって泣いてる。猫ちゃん泣きましたか？泣いてないって思ってましたね。多分遠くの下らへんから多分泣いてると思います。フレッドさん、はじめまして。はじめまして、来てくれてありがとうございます。ぜひ楽しんでいってください。タンさん、龍が綺麗やね。ありがとうございます。字はみんなが見えるように頑張って綺麗に書きました。ハッピーさん、中華街とか行ったことある？中華街はありませんね。行ったことないです。でも似たような場所なら行ったこと多分あると思います。ポテチーさん、ピカピカありがとうございます。佐藤くんさんですかね。センター任せた。頑張ります。頑張ってセンターに立ちたいです。なおさん、こんにちは。こんにちは、来てくれてありがとうございます。そのっちさん、ハートたくさんありがとうございます。モリーさん、よしさん、こんにちは。こんにちは、まーさん、ハート、流れ星ありがとうございます。だいだいさん、こんにちは。こんにちは、ほのぼのさんですかね。こんにちは。こんにちは、忘れていいよさん、グランブルーって映画見たことある？見たことないですね。でも聞いたことならあります。ぼよよんさん、こんにちは。こんにちは、はるさん、チャレンジタッチってどんなことするの？チャレンジタッチですね、なんか勉強ですね。例えば社会と理科と算数、国語、英語があったと思います。でも教え方が結構分かりやすいですね。なのでめっちゃおすすめですね。ひろさん、ピカピカありがとうございます。ハッピーさん、外国行ったことある？または行きたい国ってある？外国は行ったことないですね。行きたい国はカナダです。名前分からなくてすいません。だるまさん、ありがとうございます。くもすけさん、たこさん、ありがとうございます。つばきさん、こんにちは。こんにちは、来てくれてありがとうございます。スマタンさん、ポップコーンありがとうございます。こんにちは。こんにちは、こんにちは。シバーサマーさん、ダルマさん、ありがとうございます。リカさん、ありがとうございます。頑張ってね。頑張ります。応援ありがとうございます。福ちゃんささん、こんにちは。こんにちは、スヌーピーさん、こんにちは。こんにちは、リコチさん、こんにちは。こんにちは、来てくれてありがとうございます。ティティさん、ピカピカありがとうございます。ヤマトさん、こんにちは。こんにちは、
かぼっちさん、こんにちは。こんにちは。皆さん、こんにちは。スキューバーダイビングできるなんてすごい。ありがとうございます。でも本当はめちゃくちゃ泣くくらい、本当はめちゃくちゃ難しかったですね、スキューバーダイビングは。でも慣れたらとても楽しいです。めちゃくちゃおすすめです。カメちゃんさんですかね。かわいい、ありがとうございます。トマトさん、流れ星ありがとうございます。ノーテさん、ハートありがとうございます。アスコさん、ハートありがとうございます。初見さんですかね。名前読めなくてすいません。タコさん、ありがとうございます。ウチピさん、だるまさん、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。フニーさん、タコさん、ありがとうございます。ハッピーさん、小学生で応募って勇気いるような、必ず合格できるよ、頑張れ、頑張ります。そうですね、小学校で応募ってめちゃくちゃ大変ですね。落ちた時とかやっぱりめちゃくちゃ心のメンタルがきついですね。お疲れ様です。お疲れ様です。来てくれてありがとうございます。リュウさん、ハートありがとうございます。こんにちは、こんにちは。ハルさん、アイドルのイベントとか見に行ったことありますか？生で見たことがなくて、やっぱり生で見たいなって思いますね。イベントとかも行きたいなって思ってます。ひーくんさん、ハートありがとうございます。こんにちは、こんにちは。ゆらっぴちゃんさん、たこさん、ありがとうございます。3384さん、こんにちは、こんにちは。アデのしんさん、かわいい、ありがとうございます。のぶさんさん、こんにちは、こんにちは。ルースさん、たこさん、ありがとうございます。皆様、タコさん、ありがとうございます。ハッピーさん、メイクって普段からしてますか？ナチュラル系かな。メイクはしたことありません。普段はリップくらいなら塗れますね。こんにちは、こんにちは。来てくれてありがとうございます。ラクローさん、ハートありがとうございます。なおさん、配信大変だと思うけど頑張ってね、頑張ります。なわてさん、なわてさんですかね。流れ星ありがとうございます。はるさん、 TikTok で今気に入ってるのはどんなの？いろんな動画ですね。好きなドラマの動画が出てきたら嬉しいみたいな感じですね。アーキャーさん、タコさん、ありがとうございます。おふるさん、こんにちは、こんにちは。来てくれてありがとうございます。ウォッチさん、ハートありがとうございます。
ネバーサマサカラコ目の加工はしてません。一応書いておくね。ありがとうございます。書いてくれてありがとうございます。初見です。初見さんこんにちは。来てくれてありがとうございます。 NMB48 さんの10期生オーディションに参加させていただいているエントリーナンバー66番のロロです。ぜひ楽しんでいってください。トンさんこんにちは。こんにちは。ポテチーさん、タコさんありがとうございます。うちはさ、イヤホンはまだ見つかってないか。そうですね、まだ見つかってないんですね。早く見つかってほしいですね。元山さん、かわいい、ありがとうございます。ネバーサマサ、髪にかこ、昨日はめちゃくちゃ忙しくてかけてません、すいません。のむむさん、初見です。初見さんこんにちは。来てくれてありがとうございます。ぜひここの紙を読んでみてください。そして楽しんでいってください。今日もかわいい、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。元ゆまさん、お疲れ様、お疲れ様です。ひとしさん、合格したらあやぴょんが喜びそう。あやぴょんは知ってる、知ってますね、存じ上げています。元山さん、髪型似合ってるよ、ありがとうございます。今日はですね、ポニーテールしてほしいって言ってもらえたので、ポニーテールにしてきました。こんにちは、こんにちは。おもちさん頑張ってください。頑張ります。なーてさん、ポニーかわいい、ありがとうございます。そうですね、ポニーテールです。なーてさん、ペンライトありがとうございます。ひらっぴちゃんさん、豚骨ラーメン好きですか。豚骨ラーメンって食べたことないと思います。食べてみたいですね。ラーメン系はめちゃくちゃ好きなので。やっさん、ピカピカありがとうございます。かずしげさん、こんにちは、こんにちは。おたけさん、こんにちは。ネバーサムサ、普段はどんな髪型が多いの。好きな髪型は。私ですね、髪型は最近ポニーテールが多いです。ポニーテールはめちゃくちゃ楽なので、結構ポニーテールが多いです。好きな髪型もポニーテールとツインテールです。こんにちは、ゆずみさん、ロロちゃん、ヤッホー、来てくれてありがとうございます。ぜひ楽しんでいってください。コウさん、こんにちは、こんにちは。ムーチョさん、 お星様ありがとうございます。こんにちは、泉さん、お星様ありがとうございます。こんにちは、ビパーチさんですかね。オムライス作れますか。ちょっとだけなら作れます。ムーチさん、行きたい学校スキューバ関係ないや。そうですね、スキューバは日本でも全然いいんですね。でも海外の海綺麗なので泳いでみたいですね。泉さん、水色のクマさん、ありがとうございます。ハルさん、今まで行ったところで一番遠いところはどこですか。
沖縄ですね。沖縄が一番遠いです。あゆみさん、たこさん、ありがとうございます。ネバーサワーさん、カナダ行ったことあるよ。バンクバーのブリティッシュコロンビアからエドモントン。すごいですね。カナダめちゃくちゃ行ってみたいです。カナダはめちゃくちゃ綺麗な滝みたいなのがあるらしいので見てみたいです。おちさん、かわいい、ありがとうございます。ひらっぴちゃんさん、たこさん、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。富士山、お星様、ありがとうございます。もちさん、お疲れ様です。皆様本当にお疲れ様です。ハマーさん、こんにちは、こんにちは。ひろしさん、こんにちは、こんにちは。ハート、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。お父さん、こんにちは。来てくれてありがとうございます。ジーメンさん、ひょうたこ、ありがとうございます。あゆみさん、たこさん、ありがとうございます。オオカミくんさん、学校の体育で何が得意ですか？運動会の練習をしている時の体育が一番得意です。虹さん、スキューバー一回やったことある。ソーセージを魚にあげたり、アジの大群が通ったり楽しかった。私そんなことないですね。でも群れなら見たことあります。群れなら見たことあります。ジュンさん、こんにちは、こんにちは。ネバーサマさん、メンタルきついな。メンタルはそんなにきつくないですね。でも落ちた時とかやっぱり悲しいっていう思いが強くなってしまいますね。デコさん、お疲れ様です、お疲れ様です。はるさん、このオーディションに応募したきっかけ何？私はですね、 AKB48 さんの365日の紙飛行機を YouTube でよく聞いていて、憧れを持って NMB48 さんのオーディションに応募しました。浦部さん、こんにちは、こんにちは。忘れていいよさ、海の中はいいよね、音がしなくて好き。そうですね、音がしなくて海を楽しめるのでめちゃくちゃ好きです。ひろさん、かわいい、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。来てくれてありがとうございます。こんにちは。タコタンさん、こんにちは。タコ好きなの。でね、タコはこのヒョウタコとかが来た時のためにぬいぐるみを買ってきてもらいました。ハマーさん、ハート、ありがとうございます。もちさん、酸っぱいものも好きですか？酸っぱいものはとっても大好きです。トマトさん、ハート、ありがとうございます。達郎さん、お疲れ様です、お疲れ様です。ギリ
にりりさん、こんにちは。こんにちは。たかひろさん、たこさん、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。いずみさん、アイドルになったらどんなことしたいですか？アイドルになったらですね、アイドルになったらもうめちゃくちゃ楽しみたいですね。一番はやっぱり舞台とかステージに立ってみたいです。なーてさん、何ですかね、アイスクリームありがとうございます。たけさん、今すっぴんなのか。そうですね、今すっぴんです。化粧したことなくて。くにちゃんさん、こんにちは。こんにちは。スーパーサブさん、はじめまして。はじめまして、来てくれてありがとうございます。ぜひ楽しんでいってください。こんにちは、こんにちは。タコさん、ありがとうございます。ようちゃんさん、こんにちは、こんにちは。うちぴさん、だるまさん、ありがとうございます。カムカバーさん、ロロちゃん、こんばんは。こんばんは、来てくれてありがとうございます。ワンタンメンさん、ハートありがとうございます。うちぴさん、だるまさん、ありがとうございます。ネバーサマーさん、紙のお絵かきスペース、どうする。ここはですね、このひょうたこ集めてますとかを書こうかなって家族の方と話し合ってました。ムーチョさん、お星さま、ありがとうございます。ごはんさん、ピカピカ、ありがとうございます。たかひろさん、ロロちゃん、ゾロ、そうですね、ゾロです、66番なので。トマトさん、皆さん、ヒョウ柄のタコさん一つでいいのでお願いします。書いてくれてありがとうございます。そうですね、ヒョウタコ、ヒョウタコさん、ヒョウタコさんでも1位になることができる可能性もあるので、ぜひぜひ集めてるんでお願いします。ケンシロウさん、遊びに来てよ、来てくれてありがとうございます。たけさん、たこさん、ありがとうございます。ゆうくさん、顔小さいね、ありがとうございます。ゆけんです。キムテツさん、来てくれてありがとうございます。 NMB48 さんの10期生オーディションに参加させていただいているエントリーナンバー66番のロロです。ぜひ白いハートマークをタップしてピンクにしてくれると嬉しいです。ぜひぜひよろしくお願いします。キヌタさん、こんにちは。こんにちは。ぬぐいさん、頑張ってね。頑張ります。誤解のないように頑張ります。ケンシロウさん、ハートありがとうございます。たけさん、かわいい、ありがとうございます。ごはんさん、ハートありがとうございます。ラッピちゃんさん、タコさん、ありがとうございます。元山さん、ポニーテール似合ってるよ、ありがとうございます。ね、ポニーテール高い位置では久しぶりですね。ポニーテールかわいい、ありがとうございます。チロリンさん、キューバできるんだ、どこを潜るの。やっぱり綺麗な沖縄の海とかでたくさん潜りに行きます。ハマーさん、ポニーテール、そうです、ポニーテールです。
いもちゃんさん、初見です。初見さん、こんにちは。ぜひ白いハートマークをタップしてピンクにしてくれると嬉しいです。ぜひぜひ楽しんでいってください。中健さん、こんばんは。こんばんは。ポロタンさん、こんにちは。こんにちは、来てくれてありがとうございます。アリリーさん、お疲れ様です。お疲れ様です。兄弟いますか？兄弟は3人兄弟です。います。こんにちは。こんにちは。ネバーサマーさん、あらら、ポニテが多いのね。じゃあ今日はいつも通りの髪型だね。そうですね、高い位置とか低い位置とか日によってバラバラですね。あきゃーさん、昨日のツインテールよかったよ、ありがとうございます。ポニちゃんさん、ポニーテールって楽ない？そうですね、下ろしている時より全然かくってる方がめちゃくちゃ楽です。炭酸せんべいさん、こんにちは。こんにちは、来てくれてありがとうございます。マルスさん、ロロちゃん、お疲れ様、ありがとうございます。皆さんもお疲れ様です。こんにちは。こんにちは。元気くんさん、ハートありがとうございます。こんにちは。こんにちは。たけさん、年齢に似合わず落ち着いた雰囲気素敵ですね、ありがとうございます。はじめまして。はじめまして、来てくれてありがとうございます。ぜひ楽しんでいってください。ネバーサマーさん、フロリダの海は綺麗だよ、今度連れてってもらってね。ぜひ連れて行ってもらいます。クラッシーさん、ナイアガラの滝かな。そうですね、ナイアガラの滝見に行きたいなって思ってます。人生で一回は見に行ってみたいです。こんにちは。こんにちは、お疲れ様です。お疲れ様です。ネバーサマーさん、カナダの滝はナイアガラの滝だね。そうですね、ナイアガラの滝めっちゃ見に行ってみたいです。漢字読めなくてすいません。タコさん、ありがとうございます。バックハウスさんですかね、かわいい、ありがとうございます。ひらっぴちゃんさん、沖縄の海でスキューバーダイビングしたの綺麗だよね。そうですね、めちゃくちゃ綺麗です。もうめちゃくちゃおすすめですね。みよみよさん、水泳も得意なの？水泳は得意じゃありません、めちゃくちゃ苦手な方ですね。たかひろさん、66だからロロ。そうですね、66だから6と6の空を抜いてロロにしました。ハートありがとうございます。タコさんもありがとうございます。ゆうくんさん、タコさん、ありがとうございます。ハッピーさん、学校の運動で得意なものってありますか？学校の運動だとやっぱり走ることとか鉄棒とかが得意です。あと運転も少しだけならできます。チロリンさん、フォロワー1000人超えてる、すごいね、ありがとうございます。そうですね、フォロワー1000人超えました。
マチュラさん、ロロちゃん水分補給しなかったらかわいすぎ、かわいすぎて、IE ですか、これ AI ですか、すいません、 AI ですね、 AI って思われるからね、ありがとうございます。めっちゃ喉が痛くなりますね、やっぱこういう季節は喉が一気に痛くなりますね。ハートありがとうございます。シールさん、こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとうございます。ルイさん、こんにちは、頑張ってね、頑張ります。シンさん、ハートありがとうございます。漢字読めないかも知りませんが、すいません。ヨシキさんですか、こんにちは、こんにちは。さや姉さん、タコさん、ありがとうございます。シンさん、ハートありがとうございます。ナオさん、他にオーディション受けたことあるの？オーディションは今回が初めてです。マサルさん、こんにちは、こんにちは、くれてありがとうございます。ハートありがとうございます。ハッピーさん、他の候補生のショールームとか覗いてみたりする？そうですね、そのお星様とかなんか遅れそうなギフトがあればいつも送ってます。アベルさん、こんにちは、こんにちは。ポンギンさん、こんにちは、こんにちは。キンキンさん、こんにちは、漢字読めなくてすいません、こんばんは。ハートありがとうございます。ムーチョさん、星のぬいぐるみ買ってきてもらおう。レインボースターはイベントにめっちゃ効果あるから、そうですね、星のぬいぐるみもあったら買いに行きたいなと思ってます。なんてさ、ひょうもんだこは怖いイメージある。そうなんですか。私はこういう普通のタコさんの方が怖くイメージ感じちゃいます。名前読めなくてすいません、タコさんありがとうございます。こんばんは、こんばんは。キングさん、タコさんありがとうございます。ムーチさん、ヒョウモンダコ知ってるんかな、なんか聞いたことはあってイメージが全然つかないですね。ハルさん、ヒョウ柄のタコギフティングした人数ってことはタコのカウントは最初の1回しかカウントされないのかな。そうですね、1人1回することによって1カウントになります。オオカミくんさん、フォロワー数現在ロロちゃんが一番です、ありがとうございます。ぜひぜひ一番を目指していきます。桃太郎さん、こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとうございます。カイトさん、遊びに来てくれてありがとうございます。頑張ってください、頑張ります。バーサマさん、カラオコン、目の加工メイクしてません、こりゃ定期って言うんですか、定期な、そうですね、やっぱ書いとかないとあれですね。シールさん、ハートありがとうございます。ひらっぴちゃんさん、すっぴんでこの可愛さありがとうございます。むちょさん、タコランキングは表タコくれた人数だけで争うランキング、そうですね、1位と2位の方はタコランキングには多分入らないんじゃなかったですか。ランキング1位と2位入っちゃったらタコランキングは関係ないみたいな感じじゃなかったですか。ムクロジさん、こんにちは、こんにちは。マンチクさん、こんにちは、こんにちは。青ちゃんさん、こんばんは、ロロちゃん、来
ってくれてありがとうございます。もうこんばんはの時間帯ですね。カイトさん、タコさん、ありがとうございます。シールさん、これ小判ですか。小判ありがとうございます。読めなくてすいません。2950ですかね。2950の方、タコさんありがとうございます。キングさん、タコさんありがとうございます。犬さん、ハートありがとうございます。むちゃさん、フォロワー多いからそっちの方がワンチャン。あ、そうですね、フォロワー多かったらなんか有利みたいな感じですよね。ぜひもっと上の方に上がれるように頑張ります。犬さん、こんにちは、こんにちは。カイトさん、タコさん、ありがとうございます。あおちゃんさん、ハートありがとうございます。カイトさん、タコさん、ありがとうございます。ノーさん、ノーさんさん、ノーさんですか。こんにちは、こんにちは。カイトさん、タコさん、ありがとうございます。ひらっぴちゃんさん、タコさん、ありがとうございます。キングさん、かわいい、ありがとうございます。おはようございます。初見です。初見さん、こんにちは。ぜひぜひ楽しんでいってください。マルモンさん、こんばんは、こんばんは。おはようございます。だるまさん、ありがとうございます。キングさん、初見です。初見さん、こんにちは。来てくれてありがとうございます。ぜひフォローですか、忘れずしていってください。ハットさん、こんにちは、こんにちは。ポテチーさん、タコさん、ありがとうございます。読めなくてしまう。兵庫県の漢字読めなくてすいません。スキューバーやったことある、多分ここの書いてあるところではやったことないと思います。コスモライトさん、こんにちは、こんにちは。ムーチさん、ヨータコランキングは一人一回だけ。そうですね、一人一回だけですね。でも全然ヨータコ何個でも、そしてギフトも全然送っちゃってください。その分ポイントになって上位の方に上がれるのでお願いします。かわいい、ありがとうございます。ポテチーさん、お先に夕飯食べてきます。食べてきてください。ヨータコ今3位やけど、このままいけば最終めちゃ確定やな。こんにちばんは、こんばんは。そうですね、最終審査行きたいですねって言ってる間に、タコ2位ありがとうございます。皆様本当にありがとうございます。なわてさん、タコさん、ありがとうございます。はるさん、ひょうもんだこは地元の海のそばの道の駅に写真付きで猛毒注意ですかっていうポスターが貼ってあるよ。私は地元にそんなの貼ってありませんね。待ってさ、スキューバーしたことないけどサンゴ礁見てみたい。サンゴ礁めちゃくちゃ綺麗です。めちゃくちゃ綺麗なので全然見に行ってください。ナッキーさん、タコさん、ありがとうございます。あおちゃんさん、今日は宿題ないの。今日は宿題ありますね。もう毎日宿題あります。コスミさん、学校終わりはいつも何をして
いましたか？学校終わりはいつもランドセルを置いて遊びに出かけたり、友達と電話をしたりしてます。浦部さん、タコさん、ありがとうございます。ともあきさん、こんにちは。こんにちは。マイティームさん、こんにちは。こんにちは。くまさん、かわいい、ありがとうございます。洞窟の裏から滝の流れるのを見えるようですね。見てみたいですね、滝を流れてるところ。レイさん、こんばんは。こんばんは。ハッピーさん、好きな俳優さんや女優さんって言いますか？好きな女優さんは出口夏樹さんと永野芽郁さんです。たけさん、こんにちは。こんにちは。ケンシロウさん、ピカピカ、ありがとうございます。レイさん、初見です。初見さん、こんにちは。ぜひ白いハートマークをタップしてピンクにしてくれると嬉しいです。なおさん、タコさん、ありがとうございます。ポテチーさんも、タコさん、ありがとうございます。ラッキーさん、今日も可愛いね、ありがとうございます。きょんちゃんさん、ハート、ありがとうございます。ジョイクロさん、こんにちは。こんにちは。あおちゃんさん、逆上がりできるの？逆上がりはめちゃくちゃできますね。流れ星、ありがとうございます。トマトさん、皆様、ヒョウ柄のタコが好きみたいです。ですね、ヒョウ柄のタコも好きですし、いろんなやつも好きですね。ミンウェンさん、こんにちは。こんにちは。ムーチョさん、運転するんで運転しますね。でもやっぱり最後まで行くことはできません。キョンちゃんさん、こんにちは。こんにちは。初見です。初見さん、こんにちは。ぜひここの自己紹介のカードを見てくれると嬉しいです。アメちゃん舐めとき、アメちゃん持ってないんですよね。今は飲み物だけここにあります。むちさん、3時間喋りっぱなしなのに、でも疲れるとはあんまり思いませんね。本当にもうめちゃくちゃ楽しいくらいです。ひらっぴちゃんさん、ピカピカ、ありがとうございます。ホリッチ、ホリッチッチさん、こんにちは。こんにちは。あきゃーさん、たこさん、ありがとうございます。ホフマンさん、はじめまして。はじめまして、来てくれてありがとうございます。ぜひ楽しんでいってください。ホリッチッチさん、たこさん、ありがとうございます。さかいさん、こんにちは。こんにちは。ナチュラさん、一つ一つコメントとギフトに対応してるし、本当にすごいよ。ありがとうございます。もっともっと早く対応できるように頑張っていけたらなって思ってます。カイトさん、今ショールームで10期生密着やってるけど、見たことある？私は YouTube でなら見たことあります。ショールームでは見たことありません。バーサバーさん、ブラジルとアルゼンチンにあるイグアスの滝もナイアガラ以上かもしれないくらいすごいよ。めちゃくちゃ行ってみたいですね。めちゃくちゃ行ってみたいです。生きているうちに行けたらなって思ってます。ハッピーさん、チュラウミ水族館行ったことある？一回やります。めちゃくちゃ綺麗で楽しいところです。マーティン先生さん、こんにちは。こんにちは。ナーテさん、他の配信に星投げてるって優しい。全然ですね。やっぱり他
他の配信の方も頑張ってることは一緒なので、星とかリフトがちょっとだけあれば投げてます。春さん、もう何年かしたら街を歩いててもタレントのスカウトされそうなくらい可愛いよ。ありがとうございます。スカウトされてみたいですね。みょんみょんさん、お疲れ様です。お疲れ様です。レイさん、タコさん、ありがとうございます。みょんみょんさん、やっほーやっほー。そわかさん、こんにちはこんにちは。キンキンさん、タコさん、ありがとうございます。レイさん、こんばんはこんばんは。ボノボノさんですかね、こんにちはこんにちは。よしかずさん、こんにちはこんにちは。高倉さん、かわいい、ありがとうございます。カイトさん、10回やってもう歌は無知なんですか、無視って言うんですかね、わからなくて、こちらこそすいません。ノブさんですかね、こんにちはこんにちは。ハマーさん、まるでカラコンしてるみたいに瞳が大きくて可愛いね、ありがとうございます。土踏みさん、こんにちはこんにちは。ゆうまさん、こんにちはこんにちは。かのんさん、がわさん、こんにちはこんにちは。たけさん、こんにちは。ずーでさん、こんにちは。あーにちゃん、こんにちは。トマトさん、カイトさん、ポイントには反映されるので10個でも大丈夫です。そうですね、全然10個でも大丈夫です。ムーチョさん、流れ星、ありがとうございます。こんにちはこんにちは。ズーデスさん、ピカピカ、ありがとうございます。チョロさん、こんにちはこんにちは。カイトさん、訪問人数多いということは人気あるということやから、ありがとうございます。ぜひぜひもっとたくさんの方に来てもらえるようにしていけたらなって思ってます。カフェさん、こんにちはこんにちは。ケンピーさん、こんにちは。ケンピーさん、キラキラ完了、ありがとうございます。本当にありがとうございます。オノピーさん、マーさん、チラチラ。ムーチョさん、なるほど、タコランキング1位2位以外の最上位かってことは、現在タコ実質1位か。そうですね、今は1位になることができました。ケンピーさん、ハート、ありがとうございます。カイトさん、トマトさん、ありがとうございます。ありがとうございます。オノピーさん、ハート、ありがとうございます。初見です、初見さん、こんにちは。ぜひ白いハートマークをタップしてピンクにしてくれると嬉しいです。お友達とどんなことするの？ボールがあったらドッジボール的なことをしてますね。それにもめちゃくちゃ楽しんでます。お話とかが結構多いですね。ズーさん、こんにちはこんにちは。さや姉さんですかね。タコさん、ありがとうございます。こんにちはこんにちは。先生さん、こんにちは。タコさん、ありがとうございます。ムーチョさん、これタコいけるの？そうですね、キープ
できるようにしておきたいですね。ロンリーボーイさん、こんにちは。こんにちは。カイトさん、優花も 9.5 期生として合格でよくね。そうですね、もう合格めちゃくちゃしたいですね。 9.5 期生としてどんどん頑張っていきたいなって思ってますね。 9.5 でも全然合格したいです。渡辺さん、ヤッホー、来てくれてありがとうございます。ひらっぴちゃんさん、あと最終審査だけなの、だけなの、合格しますように。このタコとかこの1位を取ることができたら最終審査、ダンスと歌の審査は飛ばされるっていうか、もうやらなくてもいいっていう感じですね。リス中と、まあ、得とかちょっと得をする感じですね。カフェさん、花束ありがとうございます。山田さん、こんにちは。こんにちは。カフェさん、だるまさん、ありがとうございます。ハットさん、タコさん、ありがとうございます。カルちゃんさん、お疲れ様です。お疲れ様です。水の音さん、こんばんは。こんばんは。来てくれてありがとうございます。カリさん、ロロちゃん、こんにちは。今日もやっぱ可愛いよ。ありがとうございます。頑張って頑張ります。エルランガさん、こんにちは。こんにちは。来てくれてありがとうございます。こんばんは。こんばんは。初見さん、タコさん、ありがとうございます。キッドさん、こんばんは。こんばんは。タアメさん、タコのランキングどうやったら見れるの。ですね、タコのランキングですか。詳細を言って、なんか詳細のところ行くんですかね。そのタコのところへ行くとタコランキングっていうのが出てくると思うので見ることができるかなと思います。好きな MMB の先輩宮本さん以外は誰かいる。今は宮本さんが一番の推しですね。トマトさん、この配信で3位になれるかな。3位になれるように頑張ります。でも時間的に夜になって、まあ、追い越されるっていうのがやっぱりありますね。時間的にも苦しいですね。よしさん、こんばんは。こんばんは。キョニーさん、こんばんは。でもそれなりに時間が少ない中ですが頑張っていけたらなって思ってます。こんばんは、ちら。こんばんは、ちら。来てくれてありがとうございます。トマトさん、わたあめさん、イベントの詳細から見れます。そうですね、イベントの詳細から見ることができると思います。名前読めなくてすいません。流れ星たくさんありがとうございます。はるさん、肉と海鮮ならどっちが好き。私は海鮮派ですね。海も好きですし、お魚さんもめちゃくちゃ好きです。こんばんは。こんばんは。旅人さんですかね。ハートありがとうございます。そかじさん、こんばんは。こんばんは。埼玉さん、こんばんみ。こんばんみ。たかんまりなんちゃらさんですか。読めなくてすいません。こんばんは。こんばんは。チップさん、こんばんは。こんばんは。なおてさん、疲れないのすごい。体力あるんで。そうですね、体力はめちゃくちゃあります。こんばんは。こんばんは。オニオンちゃんさん、かわいい、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。アーキャーさん、ハートありがとうございます。
ボイさん、仕事タクシーなんで配信見るだけで仕事中タクシーっていうのがいいですね。タクシーめちゃくちゃ好きですね。あきゃーさん、ハートありがとうございます。ガートさん、こんにちは。こんにちは。あきゃーさん、ハートたくさんありがとうございます。えらっぴちゃんさん、ピカピカありがとうございます。アンパンチさん、こんばんは。こんばんは。カイトさん、ひょうたこ多いっていうことは応援してる人多いってことやね。ありがとうございます。応援してくれる方が多いってめちゃくちゃいいですね。まふみさん、こんばんは。こんばんは。フットムーンさん、こんばんは。こんばんは。クラゲちゃんさん、キラキラ。フットムーンさん、タコさん、ありがとうございます。ハルさん、スキューバーダイビングで見てみたい魚とかある？私はカメさんと一緒に泳ぎたいです。ムーチョさん、天使おる、ありがとうございます。のぴーさん、今日も可愛くてありがとう、見に来てくれてありがとうございます。初見で、初見さん、こんにちは、来てくれてありがとうございます。ぜひ白いハートボタンをタップしてピンクにしてくれると嬉しいです。ぜひここも見てみてください。ゴーシさん、タコさん、ありがとうございます。タコランキング1位で最終審査狙いましょう。そうですね、最終審査に向けて頑張りたいですし、ダンスと歌の審査も頑張って練習をしていけたらなって思ってます。モリさん、こんばんは。こんばんは。カイトさん、旧期生密着見ての感想を言える？そのうち10期生の密着見ることになるけど、旧期生ですか？なんかそのやっぱり小学6年生で応募している人もいたし、表現力とかがすごくて、もうアイドルになる人ばかりが集まっていたなって思いました。こんばんは。こんばんは。夕暮れのさん、ハートありがとうございます。そしてムーチョさん、たくさんのお星様ありがとうございます。ゆうたむさん、チラチラ。ドロンパさん、ピカピカありがとうございます。ゆうたむさん、こんばんは。たす、こんばんはです。夕暮れのさん、流れ星ありがとうございます。ドロンパさん、だるまさん、ありがとうございます。ハッピーさん、身長高い？まだまだ伸びてる？身長は148センチです。ムーチョさん、10個のがいいよね。全然10個のじゃなくても全然いいですよ。初見です。初見さん、こんにちは。ぜひ楽しんでいってください。ズーデスさん、タコさん、ありがとうございます。さゆにゃんさん、こんばんは。こんばんは。のうやんさん、こんばんは。たんにさん、こんばんは。お疲れ様です。皆様本当にお疲れ様です。サボリーさん、こんばんは。こんばんは。ポテチーさん、タコさん、ありがとうございます。ヤックンさん、こんばんは。こんばんは。サボリーさん、タコさん、ありがとうございます。カメちゃんさん、頑張ろうね。頑張ります。ウチピーさん、だるまさん、ありがとうございます。マシアンさん、はじめまして。はじめまして。ぜひここの自己紹介の紙を見てくれると嬉しいです。サボリーさん、タコさん、ありがとうございます。マサアキさん、こんばんは。こんばんは。ムーチョさん、後ろ髪 SNS
認証お願いしますって書いておこう。ぜひまた書いておこうかなって思います。改善点を言っていただきありがとうございます。ポテチーさん、タコさん、ありがとうございます。ウチピさん、ハートありがとうございます。こんばんは、こんばんは、お疲れ様です。皆様本当にお疲れ様です。水族館さん、こんばんは、こんばんは。炭酸せんべいさん、タコさん、ありがとうございます。さくちゃんさん、こんばんは、こんばんは。バートさん、今日もかわいいロロちゃん、ありがとうございます。漢字読めなくてすいません。タコさん、ありがとうございます。かき氷さん、こんばんは、こんばんは。サボリーマンさん、ハートありがとうございます。ゆうちゃんさん、こんばんは、こんばんは。かき氷さん、ピカピカありがとうございます。ねぐるさん、こんばんは、こんばんは。けいさん、こんばんは、こんばんは。かいとさん、加工なしでこの可愛さでダンスできて、歌も好き、落ちる要素のないあるなら運営さんの見る目がないとしか思えない。ありがとうございます。ぜひ合格したいです。なんてさ、ちらっか可愛すぎる。ありがとうございます。初見です。初見さん、こんにちは。ぜひ白いハートボタンをタップしてピンクにしてほしいです。 SMS ですかね、認証もお願いします。バートさん、ピカピカありがとうございます。シロちゃんさん、かわいい、ありがとうございます。バートさん、流れ星ありがとうございます。けんちゃまさん、はじめまして、はじめまして、来てくれてありがとうございます。バートさん、ハートありがとうございます。ここまで好きなら下のスペースに好きな先輩宮本亜美さんって書けば彼女推しが来るね。そうですね、でも SMS の認証もできれば書いておこうかなって思ってます。レバーサマーさん、レモンが好きでどうやってレモン食べるの？そのまま酸っぱい？そうですね、めっちゃ手ほどありませんか。酸っぱいの慣れてしまって、酸っぱいの基準が全然わからないです。レモンは切って食べます。ガートさん、ハートありがとうございます。くんちゃんさん、今日も8時まで配信しますか？8時まで配信をする予定です。チャッピーさん、頑張ってください。頑張ります。ひとしさん、なんでやねんって突っ込んでください。なんでやねん。こんばんは、こんばんは。ガートさん、ハートありがとうございます。こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。しんさん、ハートありがとうございます。カイトさん、当時8期生のリサちゃんとめっちゃダブルは、そうですね、めちゃくちゃ言われますね。リサちゃんに似てるってよく言われます。ハッピーさん、トーク力高いね。人見知りとかあまりないのかな？人見知りとかはね、めちゃくちゃあります、めちゃくちゃあります。学校ではめちゃくちゃ人見知りです。たまちゃんさん、こんばんは、こんばんは。はるかわさん、こんばんは。ていいちさん、こんばんは、こんばんは。2000さんですかね、読めなくてすいません。たこさん、ありがとうございます。えいにゃんさん、普通は関西弁ですか？じゃあ間違えました。普段って読むんですかね。普段は関西弁ですか？普段はめちゃくちゃ関西弁です。
ひろしさん、こんばんは。こんばんは。のーてさん、亀になりたい。ぜひ亀になって海に現れてください。部長さん、レモン食べる配信。そうですね、レモン食べたいですね。めちゃくちゃ食べたいです。ガラスさん、こんばんは。こんばんは。トンさん、はじめまして。はじめまして。まさあきさん、たこさん、ありがとうございます。チャッピーさん、元 AKB の加藤レナさんみたいに可愛いね。ありがとうございます。ポテチーさん、タコさん、ありがとうございます。イラッピちゃんさん、ピカピカ、ありがとうございます。ヨックンさん、はじめまして。はじめまして。ぜひ SMS の認証ですかね、よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。ラチアさん、今アミタンと同じ身長だけど入る頃には身長追い抜いてたんですね。身長追い抜きたいですね。めっちゃ追い抜きたいです。ぜひ、はい、入りたいですね。まず NMB48 さんに入れるように頑張ります。ダイヤさん、こんばんは。こんばんは。ハルさん、カラオケはどんな歌歌ったりするの？まず AKB48 さんの365日の紙飛行機やフォンチュークッキーですかね、恋するフォンチュークッキーを前家族の方と歌いました。奇跡とかいろんな曲歌ったりします。ボンちゃんさん、ハート、ありがとうございます。カイトさん、カラオケ配信してほしい。可愛い歌声聞きたい。私もカラオケ配信めちゃくちゃしたいです。高校生の方って結構カラオケ配信する人多いですね。よく見かけます。漢字読めなくてすいません。だるまさん、たくさんありがとうございます。しまさん、お疲れ様です。お疲れ様です。テリオさん、毎日可愛さがアップしている、ありがとうございます。もっともっとアップできるようにしていけたらなって思ってます。カイトさん、お星様、ありがとうございます。フットムーンさん、だるまさん、ありがとうございます。シマさん、お星様、ありがとうございます。マコクマさん、こんばんは。こんばんは。ポンちゃんさん、はじめまして。はじめまして。ぜひ楽しんでいってください。マコクマさん、ハート、ありがとうございます。ガトーさん、たくさんのハート、ありがとうございます。カイトさん、毎日ショールームしてるだけで垢抜けてきてる、すごい、ありがとうございます。最終日にはもっともっと今日よりも垢抜けられるようにしていけたらなって思ってます。ニニギさん、流れ星、ありがとうございます。ムーチョさん、 SMS は書くより定期的に言う方がいいかな。そうですね、 SMS のことをしっかり定期的に言えるようにしていけたらなって思います。ハルさん、ジンベエザメ見たことある？ジンベエザメは見たことありますね。めちゃくちゃ可愛かったです。お疲れ様です。お疲れ様です。タコポヨさん、100キラ完了、ピコリンチョ、ありがとうございます。100キラ、ありがとうございます。タコポヨさん、初見です。初見さん、こんにちは。来てくれてありがとうございます。ぜひ SMS の承認でしたっけ、よろしくお願いします。ラムラムさん、こんばんは。こんばんは。ヤマトさん、サインが見えてきた。そうですね、サインが見えてきました。認証、わかりました。認証ですね、すいません。初見で、初見さん、こんにちは。来てくれてありがとうございます。 SMS の認証的
できればよろしくお願いします。ネバーサマーさん、カラコン、メイク、目の加工してないです。これからも定期的で。わかりました。たくさんのハートありがとうございます。王子さん、こんばんは。こんばんは。ムッチョさん、髪にはアミタンの情報のが良さそう。じゃあ好きなメンバーの方もここら辺に書いておけばなって思います。でバーサバーさん、キャー、レモンのスライスストレートで食べちゃうのね、すごい、ありがとうございます。全然ストレート食べれちゃいます。ムッチョさん、 SMS は言葉のが良さそう。わかりました。ハルさん、最近見た映画は何ですか。最近見た映画は、あの花が咲く丘で君とまた出会えたらっていう映画です。とても感動しました。めちゃくちゃ泣いてしまいましたね。ネバーサバーさん、流れ星ありがとうございます。ピロさん、こんばんは。こんばんは。えらい、ありがとうございます。ムッチョさん、人見知り、そうですね、めちゃくちゃ人見知りです。ポンちゃんさん、ハートありがとうございます。ひとしさん、タコさん、ありがとうございます。マシュマロさん、こんばんは。こんばんは。マッツーさん、チラチラ。レバーサラさん、今の敬語に慣れてるからロロちゃんの関西弁が想像できない。もうめちゃくちゃ関西弁です。こんばんは。こんばんは。はじめまして。はじめまして。 SMS の認証お願いします。そして白いハートをタップしてピンクにしてくれると嬉しいです。あーにちゃんさん、こんばんは。こんばんは。としさん、こんばんは。こんばんは。かずすけさん、こんばんは。とらたさんですかね。こんばんは。こんばんは。あきおくさん、こんばんは。こんばんは。ウッドムーンさん、ハートありがとうございます。ちゃみさん、見に行くんやね。そうですね、めちゃくちゃ見に行きます。なーてさん、だるまさん、ありがとうございます。ピーアンさん、こんばんは。こんばんは。カイトさん、訪問 人数ダントツで多いよ。ありがとうございます。皆様のおかげです。主権です。主権さん、こんにちは。来てくれてありがとうございます。SMS の認証よければお願いします。ぜひ楽しんでいってください。宮本亜美さんのことは何で知ったのかな。9期生の密着の動画ですかね。その動画で知りました。あやさん、こんばんは。こんばんは。カイトさん、好きなチームある。こっちはアミネーが一番好きなので、好きなチームはあまりありません。ムーチョさん、認証教えてくださりありがとうございます。レバーサマーさん、 SMS の認証だね。ありがとうございます。ヤスさん、こんばんは。こんばんは。ウチピさん、だるまさん、ありがとうございます。トミーさん、こんばんは。こんばんは。ピロピロさん、こんばんは。こんばんは。カズさん、こんばんは。こんばんは。ひとくさん、こんばんは。シリアさん、こんばんは。おうちゃんさん、
今日の晩ご飯は何ですか？最近晩ご飯が聞けてないんですよ。 50m 走のタイムを先生に今日聞きました。8秒台なんですけど 8.55 でした。チームの中で一番早いです。いいユダナーさん、こんばんは。こんばんは。マー君さん、初見です。初見さん、こんにちは。来てくれてありがとうございます。白いハートマークをタップしてピンクにしてくれると嬉しいです。そして SMS の認証もよければよろしくお願いします。あおちゃんさん、たこさん、ありがとうございます。トマトさん、アクセス人数すごい、ありがとうございます。ピピピさん、たこさん、ありがとうございます。寺月さん、たこさん、ありがとうございます。ピロピロさん、フォローしたよ、ありがとうございます。名前読めなくてすいません。みゆみゆさんですかね。名前間違ってたらすいません。たこさん、ありがとうございます。シャインさん、こんばんは。こんばんは。初見です。初見さん、こんにちは。来てくれてありがとうございます。ぜひ白いハートマークをタップしてピンクにしてくれると嬉しいです。そして SMS の認証もよければお願いします。高様さん、こんばんは。こんばんは。どやさん、なぎさちゃんのようにニコニコしていれば絶対合格するよ。漢字間違ってたらすいません。ありがとうございます。ぜひ笑顔を大切にしていけたらなって思います。ライムさん、いきます。ありがとうございます。フニーさん、こんにちは。こんにちは。リキヒマーさん、ピカピカ、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。たくぞうさん、こんばんは。こんばんは。ポンポコリンさん、こんばんは。3日ぶりです。来てくれてありがとうございます。初見です。初見さん、こんにちは。来てくれてありがとうございます。ぜひ白いハートマークをタップしてピンクにしてくれると嬉しいです。そして SMS の認証もよければよろしくお願いします。まさひろさん、こんばんは。こんばんは。はんぺんくんさん、こんばんは。リードさん、こんばんかは火曜日、そうですね、こんばんは。そして火曜日ですね。水曜日は明日6時間目なので、めちゃくちゃ嫌ですね。虹色さん、タコさん、ありがとうございます。ソフトピンさん、こんばんは。こんばんは。アイムさん、ホールだよ。すいません、間違っててすいません。ゆめめさん、こんばんは。こんばんは。サンタさん、こんばんは。マー君さん、タコさん、ありがとうございます。ただの魚さん、こんばんは。ゆめみさん、ハート、ありがとうございます。初見さん、こんばんは。白いハートマークをタップしてピンクにしてくれると嬉しいです。そして SMS の認証もお願いします。この自己紹介もぜひ見てください。そして楽しんでいってください。トマトさん、追い上げるスピードがすごい、ありがとうございます。皆様のおかげですね、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。お日様さん、チラチラ。フックさん、お疲れ様です。お疲れ様です。トミーダスさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。山ちゃんさん、こんばんは。たくさんのタコさん、ありがとうございます。そしてお星様もありがとうございます。ハノプチャさん、こんばんは。こんばんは。みやつさん、こんばんは。ラムちゃんさん、ハート、ありがとうございます。小山っちさん、初見です。初見さん、こんにちは。
白いハートマークをタップして、白いハートマークをタップしてピンクにしてくれると嬉しいです。そして SMS の認証をぜひしてほしいです。そしてぜひこの自己紹介を読んでみてください。そして楽しんでいってください。タヌプチャーさん、髪まとめてるのもいいね。ありがとうございます。朝のさ、2位はまだ分かる、1位と3位はなんて書いてあるんですか。見ないって言うんですか、死んないって言うんですか、分からなくてすみません。頑張ってるよなと誰かが言った。そうなんですか、皆さんもめちゃくちゃ頑張ってますよね。加藤健さん、こんばんは。こんばんは。マルさん、ハート、ハートじゃありません、すいません。タコさん、ありがとうございます。名前読めなくてすいません。タコさん、ありがとうございます。ハルさん、学校から帰って夕方5時まではどんなことしてますか。友達と遊んだりお菓子を食べたりしています。こんばんは。こんばんは、来てくれてありがとうございます。カイトさん、 SMS 認証してないとギフト投げても反映されないんですか。そうなんですか。初めて知りました。教えてくださりありがとうございます。はじめまして。はじめまして。白いハートマークをタップしてピンクにしてくれると嬉しいです。そして SMS の認証もお願いします。そして自己紹介も読んでみてください。そして楽しんでください。ちむかぜさん、こんばんは。こんばんは。 NMB48 箱押しさん、合格です。ありがとうございます。高橋さん、初見です。初見さん、こんばんは、来てくれてありがとうございます。ぜひ白いハートマークをタップしてピンクにしてくれると嬉しいです。そしてこの自己紹介を読んでみてください。そして楽しんでいってください。ミントさん、こんばんは。こんばんは。このプッチャーさん、 NMB を知ったきっかけを教えて。もともと AKB48 さんの365日の紙飛行機が好きで、まあ、よく聴いていたんですよ、365日の紙飛行機の歌を。そして AKB グループの、あ、こんなグループが入ってるんだって見た時に、NMB48 さんを見つけて可愛い人が多いなって思って、エントリーに応募しようって思って、それがきっかけで知りました。エミさんですかね。タコさん、ありがとうございます。マサノンさん、読まんでいいよ。ごめんなさい、変なこと言いました。全然大丈夫です。チャロさん、フォローしました。ありがとうございます。高人さん、こんばんは。こんばんは。初見さん、ハート、ありがとうございます。ラーメンさん、猫ラーメンさん、タコさん、ありがとうございます。マー君さん、ピンクにしてよ。ありがとうございます。嬉しいです。シャインさん、だるまさん、ありがとうございます。ピロピロさん、猫飼ってるの。猫は飼ってます。バッシーさん、こんばんは。こんばんは。ムジさん、うにゃー、そうですね、猫ちゃんが近くにいるので泣いてます。猫ちゃん泣いてるね。そうですね、猫飼ってるんで多分めちゃくちゃ近くにいると思います。はるさん、猫がご飯欲しがって泣いていますか。多分そうですね。私ご飯基本配信終わってからなので
母さんが先にあげてるかもしれませんし、あげてないかもしれないので、多分ない、うん、多分それで泣いています。私の名前はロロです。ノーテさん、 NMB のことは合格してから詳しく調べて大丈夫だよ、ありがとうございます。ナノハさん、こんばんは。こんばんは。アメルンさん、こんばんは。オオカミくんさん、だるまさん、ありがとうございます。イノリンさん、レモン好きって珍しいね。よく言われますね、レモン好きの方が少なくてよく言われます。奈良さん、こんばんは。こんばんは。平つぐさん、こんばんは。こんばんは。チャーリーさん、だるまさん、ありがとうございます。ゆうさくさん、はじめまして。はじめまして、来てくれてありがとうございます。ぜひ白いハートマークをタップしてピンクにしてくれると嬉しいです。そしてこの自己紹介もぜひ見てください。そして SMS の認証も忘れずにお願いします。社員さん、だるまさん、ありがとうございます。社員さん、こんばんは。こんばんは。ハマーさん、抱っこさせてくれない猫ちゃんの名前教えて。モアって言います。マミムメモのモアとアイウェオのアーでモアって読みます。ムーチョさん、猫ちゃん見たいけどできる。猫ちゃんめちゃくちゃ抱っこ嫌がってしまうので見せることできないかもしれませんが、すいません。オオカミくんさん、だるまさん、ありがとうございます。ひらつぐさん、ハートありがとうございます。コメント読めないこともあるかもしれませんが、すいません。ジョニーさん、こんばんは。こんばんは。ひらつぐさん、ハート、ハートゲージありがとうございます。ケンポさん、こんばんは。こんばんは。ロロちゃん、変なコメント読んなくて大丈夫よ、ありがとうございます。電池がなくて一瞬止まってしまい、止まってしまいましたが、すいません。それで充電をします。マルガンさん、こんばんは。タヌプチャーさん、友達の間ではツッコミボケどちらのタイプ、ツッコミ派です。ワンさん、こんばんは。こんばんは。猫ちゃんの名前のことだよ。猫ちゃんの名前はモアって言います。ひらつぐさん、まとめ髪も可愛い、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。うーちゃんさん、こんばんは。マー君さん、ハートありがとうございます。遊びに来たよ、遊びに来てくれてありがとうございます。エビヨンさん、ハートありがとうございます。テルトさん、こんばんは。こんばんは。うーちゃんさん、フレッシュレモンになりたいの知ってる？なんか聞いたことありますか？あんまりよく知ってません、すいません。猫ちゃんも配信出ないのかな。猫ちゃんも配信に出ないかもしれませんが、すいません。むつさんも猫ちゃんの名前初公開、そうです。猫ちゃんの名前は、名前もあちゃんか、ありがとう、全然です。いのりんさん、本当は18歳ですか。本当は小学6年生の11歳です。チロケさん、だるまさん、ありがとうございます。チロケロさん、こんばんは。こんばんは。来てくれてありがとうございます。カイトさん、もうすぐ2時間、早すぎる。そうですね、もうすぐ2時間、めちゃくちゃ早いですね。ジュンジさん、はじめまして、はじめまして、来てくれてありがとうございます。
白いハートマークをタップしてピンクにしてくれると嬉しいです。そして SMS の認証もお願いします。そしてご自己紹介を見て楽しんでいってください。クリフトさん、チラチラ、こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。はるさん、兵庫県に大きな石が置いてある大志子神社ってパワースポット知ってますか？僕は行ったことあります。私は行ったことないんですね。初めて知りました。ウルトラセブンさん、こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。ユネイさん、こんばんは、こんばんは、泉さん、ツッコミ派なの意外です。めちゃくちゃツッコミ派です。グリフトさん、タコさん、ありがとうございます。アオちゃんさん、なんでやねんとか言うの、なんでやねんとかあんまり使ったことないですね。あんまり使ったことないです。ウルトラセブンさん、かわいい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 、ありがとうございます。チキンさん、タコさん、ありがとうございます。ケロケロさん、このペンライトみたいなのありがとうございます。カイドさん、本人の名前より先に猫の名前を知れた、猫の名前はコアちゃんって言います。そうですね、本人の名前は言うことができないのでペットの名前は言おうかなって前から思ってました。ケロケロさん、タコさん、ありがとうございます。カツオさん、こんばんは、こんばんは、ゴロゴロさん、こんばんは、マー君さん、癒されたよ、ありがとうございます。もっと癒すことができたら嬉しいなって思ってます。ユネイさん、ハートありがとうございます。サヤさん、7558人も見たってすごい、ありがとうございます。もっといろんな方に見てもらえるように頑張っていけたらなと思います。タヌブッチャーさん、今学校ではどんなことが流行ってるの？今ですね、今やっぱり TikTok の動画が流行ってますが、今の流行りが全くクラスで分かりません。ユネイさん、ハートありがとうございます。ツインカオタンさん、ハートありがとうございます。初見さん、タコさん、タコさんじゃありません、間違えました。だるまさん、ありがとうございます。ピーマルさん、こんばんは、こんばんは。トラサブローさん、こんばんは。まあちゃん見たい、もあちゃんですね、なんかもあちゃんはめちゃくちゃかわいいです。が、猫の種類がやっと分かって、スコティッシュらしいです。アメリカンショートヘアにめちゃくちゃ似てるらしいです。ハートありがとうございます。ブッチャさん、関西弁でツッコミするとこみたいので合格して分かりました。合格できるように頑張ります。なっちゃまこさん、かわいい、ありがとうございます。泉さん、お菓子のキノコの山とタケノコの里はどっち派ですか？これ今日学校で聞かれたんですけど、お菓子のキノコの山とタケノコの里だったら絶対キノコの山です。皆さんはどっち派ですか？ぜひ書いてください。埼玉さん、ボケかと思ってた、私は全然ボケ派じゃありません。直手さん、人見知りとかツッコミ派とか意外、よく意外って言われます。高直さん、将来有望って言うんですかね、ありがとうございます。富士山、流れ星、ありがとうございます。ポンポンさん、こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。ハートありがとうございます。クリフトさん、ポリって可愛い、尻尾みたい、尻尾はこんな感じです。タヌプチャさん、ちなみに猫ちゃんの種類はスコティッシュです。マサノさん、なんでやねん、
は関西でこんにちは。そうなんですか、なんでやねんってあのツッコミのなんか何してんのみたいなことなんでやねんって言うんじゃなかったんですか。すいません。高直さんハートありがとうございます。初見です。初見さんこんばんは、来てくれてありがとうございます。白いハートマークをタップしてピンクにしてくれると嬉しいです。そして SMS の認証ですかね、認証もお願いします。そしてここの自己紹介のところもぜひ見てください。狼くん、さ今日も見てる人1万人超えそう、すごい人気だね、ありがとうございます。ぜひ1万人超えられるように頑張っていけたらなって思ってます。カズさん、ヒョウ柄タコ投げるだけじゃダメって知ってる？ SMS 認証も必要だよ。すいません、全然知らなかったです。でも今回からはちゃんとこういった声かけみたいな感じをしていけたらなって思ってます。富士さん、タコさんありがとうございます。ナチュアさん、今日あんまりウィンク見ないのでお願いします。わかりました。こんな感じです。もっと上手くなるかなって思ってます。めちゃくちゃ下手です。高さん、こんばんは。こんばんは、来てくれてありがとうございます。こばこばさん、フォローしましたよ。フォローありがとうございます。かなおさん、だるまさん、ありがとうございます。初見です。初見さん、こんにちは。ぜひ白いハートマークをタップしてピンクにしてくれたら嬉しいです。そして SMS の認証もお願いします。ぜひここの自己紹介のところも見てくれたら嬉しいです。すみません、ワルンありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。本当にありがとうございます。もっくんさん、今日も可愛いね、ありがとうございます。ぜひバルーンはもっと来てからもっと説明しようかなと思います。バルーン投げてくれた方本当にありがとうございます。後で名前を言おうかなって思ってます。ガッティさん、初見です。初見さんこんにちは、来てくれてありがとうございます。白いハートマークをタップしてピンクにしてくれたら嬉しいです。そして SMS の認証もお願いします。ぜひ楽しんでいってください。ウィンクして、ウィンク、こんな感じです。下手っぴですいません。モアタさん、モアちゃんいくつ？ロロちゃんより年上だったりして、私よりも全然年上です。もうおばあちゃんっていう年だと思います。みゃーみゃー、なんかね、猫ちゃんですかね。ゲッターさん、こんばんは。こんばんは、野生さん、にゃー。泉さん、アメショーって聞いてたけどスコティッシュだったね。そうですね、アメリカンショートヘアよりのスコティッシュです。むーちゃん、まーちゃんの情報が増えていく。そうですね、めちゃくちゃ増えていきます。カイトさん、守りたいこの笑顔、ありがとうございます。初見です。初見さん、こんにちは、来てくれてありがとうございます。ぜひ白いハートマークをタップしてピンクにしてくれると嬉しいです。そして SMS の認証もお願いします。ぜひ楽しんでいってください。こんばんは、こんばんは、ハートありがとうございます。泉さん、キノコ、キノコの山は一緒です。やった、そうですね、キノコの山派です。フェルナンドさん、タケノコ、そうですね、クラスではタケノコ派の方がめちゃくちゃ多いです。タケノコ派の方が結構多いんですね。結構私はタケノコもキノコも両方食べれる、どっちも好きですね。これさ、多分タケノコ派が多いと思う。そうですね、タケノコ派がめちゃくちゃ多いですね。私は両方好きです。ナッキーさん、タコさんありがとうございます。ツインピーマンさん、こんばんは。こんばんは、来てくれてありがとうございます。ラッキーさん、ポニテ、かわいい、ありがとうございます。
本でさ、タケノコ派です。キノコ派はキノコを分別する人が多いです。私もキノコを分別 します。タケノコは普通にかじって、上の方をかじって食べる派です。チュウさん、こんばんは。こんばんは、来てくれてありがとうございます。読めなくてすみません。グリフトさん、キノコ、タケノコ、キノコ派に戻ってきました。戻ってきてくれてありがとうございます。カレーは甘口、カレーは甘口か、甘口か辛口、私はめちゃくちゃ甘口です。カイトさん、タケノコからキノコ派に変えた。私も両方好きなので、ぜひ皆さんもいろんな、いろんなキノコの山とタケノコ派を好きになってみてください。ポニーテール、かわいい、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。ペンライトもありがとうございます。むーちゃさん、そこ、ここそなんでやねん。そうですね、めちゃくちゃやばいですね。関西弁がもう何が何か分からなくなってしまいました、ね、もぐもぐさん、音符ありがとうございます。将来野生さん、小学、将来大学に行きたい派ですか。私はめちゃくちゃ行きたい派です。かめちゃんさん、ハートありがとうございます。くんちゃんさん、ポニーテールは自分でしたの。ポニーテールですね、お母さんにしてもらいました。昨日のツインテールはお父さんにしてもらいました。自分でやっちゃうとめちゃくちゃ変になっちゃうのでしてもらいました。たのぶちゃさん、話の最後に知らんけどつけたりする。めちゃくちゃ友達との間ではつけますね。まあ分からんけど、まあ知らんけどみたいな、こんな感じで言いますね。まみまみさん、たこさん、ありがとうございます。かじさん、 SMS 認証しないとキラキラやレインボースター、反映されないから、ね、そうなんですけど、反映されないって全然知らなかったです。次から伝えていこうかなと思います。とめちゃんさん、たこさん、たこさん、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。泉さん、ヒーウィンク、かわいい、ウィンク、ありがとうございます。なんてさん、ヘタッピーウィンク、かわいい、すいません、ヘタッピーです。めちゃくちゃヘタッピーです。名前全然言わなかったね。みゆみゆみゆさんですかね、すいません。バルーン、ありがとうございます。タワー、バルーンみたいな、タワーみたいなやつです。本当にありがとうございます。そうそう、目にまつげ入ったの。目にまつげ入ってません。初見です。初見さん、こんにちは。白いハートマークをタップしてピンクにしてくれると嬉しいです。そして SMS の認証もお願いします。そしてぜひよければ自己紹介も見てください。初見です。初見さん、こんにちは。カメちゃんさん、フォローしましたよ、ありがとうございます。泉さん、わーすごい、タワー来たね、本当に嬉しいですね。タワー初めてです。めちゃくちゃ嬉しいです。かずさん、フラワースタンドタワーめちゃくちゃ嬉しいですね。ギフトってやっぱりもらうとめちゃくちゃ嬉しいです。高橋さん、ウィンクして、ウィンクして、ウィンク、めちゃくちゃ下手ですが。リフトさん、タワー、そうですね、タワーめちゃくちゃ嬉しいです。埼玉さん、可愛いとはあるんやな。そうですね、今ランキングが1位の子がなんかタワー、こういうタワーもらってた感じがします。タワー、そうですね、タワーもらいました、ありがとうございます。みずきさん、こんばんは、こんばんは。フーガネットさん、頑張ってください、頑張ります。ムーチョさん、タワー
タワー、そうですね、タワー来ました。トーイさん、こんばんは。こんばんは。ぶっちゃさ、スクショ撮るのかい。そうですね、初めて来てめちゃくちゃ嬉しいです。高橋さん、かわいすぎるやん、ありがとうございます。トーイさん、こんばんは。こんばんは。アリスさん、こんばんは。ペコポコパさんですかね。こんばんは。こんばんは。ポテチーさん、タコさん、ありがとうございます。ルバスマンさん、わお、タワー、そうですね、タワーです、タワーです。なんてさ、モア姉ちゃん長生き、そうですね、めちゃくちゃ長生きしてます。もう10年以上くらい生きてます。初見です。初見さん、こんにちは。ぜひ白いハートマークをタップしてピンクにしてくれると嬉しいです。そして SMS の認証もできればしてほしいなって思ってます。まさのさん、スコティッシュって耳が折れる猫ちゃんだったっけ。いや、耳はとんがってます。こんな感じです。こんな感じでとんがってます。トマトさん、バルーン来てそうですね。バルーンめちゃくちゃ初めてで嬉しいです。はじめまして、はじめまして、来てくれてありがとうございます。ぜひよければ白いハートマークをピンクに変えてくれると嬉しいです。そして SMS の認証もできればしてほしいなって思ってます。レバーサワーさん、カラコメイク、目の加工してないです。目の加工もしてないです。はい、高幸さん、ちわちわ。ひらっぴちゃんさん、ピカピカ、ありがとうございます。初見です。初見さん、こんにちは、来てくれてありがとうございます。オオカミくんさん、すごい、トウキだよ、名前呼んでね。オオカミくんさん、タワー来ましたね、めちゃくちゃ嬉しいです。ですね、2位まで、やばいですね。ワッキーさん、こんばんは。やっと3位になることができました。めちゃくちゃ嬉しいですね。ですね、皆さんに本当に感謝でしかないですね。ウインクして、ウインクしました。ラグいですが、すいません。タワー、ありがとうございます。ぜひぜひ頑張って1位を目指していけたらなって思ってます。皆さん、たくさんのギフトありがとうございます。充電がやばいですか、すいません。頑張り、頑張っていきます。頑張っていけたらなって思ってます。かみちゃんさん、たこさん、ありがとうございます。むーちょさん、すごい、そうですね、むーちょさんすごいですね。みさみさん、充電頑張り、そうですね、充電してるんですけどやばいですね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと一旦ラジオにしますね。ちょっと充電器を変えて、充電器を変えますね。充電器を変えたらなんとかいけるかもしれないので、戻ってきます。多分これでいけるかなって思います。ピカピカ、ありがとうございます。そうですね、タワー2回目です。めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。お帰り、ただいま。
そうですね、ラジオに切り替えたら画面が戻ってきます。たてやさん、こんばんは。こんばんは。皆さん、たくさんのギフトありがとうございます。そう、こうさん、晩ご飯と宿題を配信が終わってからしているの。そうですね、配信が終わってからしています。ちらちら、みちさん、なるほど、大丈夫か。そうですね、でも私は基本的に顔出しをしています。だからラジオだと声とか顔も見にくいのであれかなって思ってます。そうですね、ミュートもちなみにできます。ネバーサマンさん、ショールームの扱い慣れてるんですごい、ありがとうございます。読めなくてすみません、流れ星ありがとうございます。お疲れ様です。エミさん、お疲れ様です。めちゃくちゃお疲れ様です。ゴリさん、使いこなしてる？そうですね、使いこなしてますね。結構使いこなせてる方だと思います。ハッピーさん、モアちゃんって何歳くらい？モアちゃんはですね、だいたい60、50くらいかなって思います。トマトさん、サインおめでとう。皆様素晴らしい、皆様本当にありがとうございます。ですね、サインをできることができました。タヌプチャさん、ショールームでカラオケしたことある？カラオケしたことありません。ありませんね。オオカミくんさん、タワムタワムッチョさんもいましたよ。すぐ、そうですね、めちゃくちゃ嬉しいです。どちらはさ、ロボちゃんは絶対に顔出ししてすりくいよね。そうですね、もう顔出しは絶対大事だなって思いますね。使いこなせてるって読むんですかね。実感あるとか、とても可愛いです、ありがとうございます。近くって言うんですよ、多分近くあるとか可愛いです、ありがとうございます。埼玉さん、えらい長いけど、そうですね、もうでも私だったからもう11年以上は確実に生きています。こんばんは、こんばんは。クリフトさん、まだやってないなくていい髪型です。髪型ですか？そうですね、どんな感じで強くなって思ってます。こんな感じで、ですね、まだやってない髪型があったらしたいなって思ってます。まだやってないやつの髪型が全然わかんないですね。投票機能もあるけど、それ を使うとギフトが投げられないので、イベント中は使わない方がいい。ありがとうございます、アドバイスをありがとうございます。ゆきりんさん、今日の髪型かわいい、ありがとうございます。はんなりこねこさん、ハートありがとうございます。マリーさん、こんばんは、こんばんは。泉さん、使いこなせてる、変化間違えた、ごめんね、全然大丈夫です。こすみさん、ランドセルは赤色ですか？ランドセルはピンク、水色、紫です。えみさん、かわいい、ありがとうございます。ハッピーさん、家で料理のお手伝いとかしますか？最近料理のお手伝いとかはできてないんですけど、家でのお手伝いは少ししてます。明日は髪型何するの？明日髪型まだ決まってないんですよ。ぜひ髪型、できる髪型があれば、できる髪型があればしていけたらなって思ってます。こんばんは、こんばんは。
カイトさん、カラオケするならリクエスト受付してもいいんだよ。確かにそうですね、カラオケするなら知ってる曲があればですね。シンさん、タコさん、ありがとうございます。髪型アップしてほしい。そうですね、髪型アップアップしていけたらなって思ってます。ぜひこのコメントぜひ参考にしていけたらなって思ってます。カジさん、盛り上がりポイント1万1000超えなんですか。ありがとうございます。タイトムさん、お団子はできるかな、できるのかな。そうですね、お団子はできます。明日はお団子に行っていこうかなって思います。カイトさん、昨日のシュスのツインテール買いすぎた、ありがとうございます。昨日はシュスのシュシュのツインテールです。富士さん、応援してる、ありがとうございます。ぜひぜひ皆さんも応援してください。ひらっぴちゃんさん、流れ星ありがとうございます。ビッグウェーブさん、ピカピカありがとうございます。マリーさん、ピカピカありがとうございます。釣り師さん、バラありがとうございます。佐藤くんさん、こんばんは、こんばんは。まさのさん、顔出しもしない配信もしない子はどうしたんだろう。多分ですね、多分顔出しができない方とかはやっぱりまあ事情的にいるんだと思いますね。配信はしない方は多分ショールームの配信、一応部屋だけ作って、このルームを作って配信をしないって方も多分いると思います。レバーサマーさん、2日間アップだからストレートにした下ろしたものもいいかもね。そうですね、下ろしたものも全然いいかもしれません。だってさ、カラフルなランドセル、そうですね、カラフルなランドセルを使ってます。タヌブチャーさん、さすがにね、動画編集とかも得意そう。動画編集は全然できますね、全然できます。めちゃくちゃではないですか、結構できますアップしてほしい、アップにしますね。今ちょうどアップです。ビッグウェーブさん、だるまさん、ありがとうございます。ズーデスさん、フォロワーもうすぐ1200人、そうですね、めちゃくちゃ嬉しいです。ビッグウェーブさん、ドルマさん、ありがとうございます。ハルさん、サイドの編み込み見たいけどできないかな、できればやっていけたらなって思います。くんちゃんさん、え、3色のランドセルとかあるの。そうですね、3色のランドセル可愛くて買ってもらいました。徳丸さん、こんばんは、こんばんは。あかつきさん、ちらちら。グリフトさん、お母さんのおすすめの髪型とか、お母さんのおすすめはお団子ヘアです。ゆうくんさん、髪型お団子できる、できます。いぬさん、くまさんヘア希望中。くまさんヘアってなんかここでお団子するやつですかね、間違ってたらすいません。うらべさん、ちらちら。名前読めなくてすいません。ひろさんですかね。たこさん、ありがとうございます。ハッピーさん、お父さんにと言われる、お母さんにと言われる。お母さんにってよく言われますが、本当はお父さんにです。グリフトさん、ツインテはまたどこかでやってほしい、さらに高めで、前はここぐらいだったので結構アニメみたいに高くやっていきたいです。タヌブテさん、髪ショートにしたことある、髪の毛こんくらいまで切ったことあります。クリフトさん、ハートありがとうございます。釣り師さん、タコさん、ありがとうございます。カズさん、ランキング3位でタコランキング2位とかすごいね、ありがとうございます。本当に皆様のおかげです、本当にありがとうございます。
目覚ましできるんか、多分できると思います。ムーチョさんできます。いい、そうですね、多分できます。どちらさん、今までのメンバーでも学校が厳しくて顔出し NG の人もいたからね。そうですよね、やっぱり顔出し NG の方もやっぱりいますよね。定期ですかね。ひょうたこ集めてます。個数じゃなくて人数です。それそうですね、でも個数だとポイントにも反映されるので、ぜひぜひ投げてくれると嬉しいです。アントさん、こんばんは。こんばんは。泉さん、コメント返しがすごく上手、賢さ出てる、ありがとうございます。ぬさん、こんばんは。こんばんは。たぬぶちゃーさん、ぜひともメンバーになったら TikTok 投稿お願いします。ぜひぜひ TikTok の投稿していけたらなって思ってます。あきあきさんですかね。お疲れ様です。お疲れ様です。皆様本当にお疲れ様です。リバーサーさん、お母さんのおすすめ、そうですね、お団子とか、そのポニーテールとか髪上げてるのが好きってよく言われます。ヒロさん、タコさん、ありがとうございます。完成形の本物だね、ありがとうございます。カイトさん、11,500人とかすごすぎる、ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいですね。トータさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。わさ、かわいい、ありがとうございます。トッシーさん、こんばんは。こんばんは。コトさん、こんばんは。リバードさんは、そこまで髪短いってわからないってんだ。そうですね、めちゃくちゃ髪短かったです。しかも伸びるのがめちゃくちゃ遅かったです。先生さん、タコさん、ありがとうございます。アルさん、兄弟姉妹はいるの？3人兄弟の一番末っ子です。ナニオさん、こんばんは。こんばんは。マブンコさん、こんばんは。ルデスさん、ピカピカ、ありがとうございます。明日からタワーもらったら画用紙にそういう人の名前を書くといいよ。NMB メンバーはそうしてる。じゃあそうやってしておきたい、そしておきたいなって思ってます。ジョナさん、休憩してね。休憩します。ポテチーさん、タコさん、ありがとうございます。イノリンさん、 NMB48 さんに入ったらかなり偉い方になりそう。全然偉い方にならないと思います。マップモコさん、ロロちゃんにキラキラ100ポイ完了しました、ありがとうございます。嬉しいです。ピカピカ、ありがとうございます。ルーデスさん、ありがとうございます。うちぴさ、長時間して疲れない？全然疲れません。ムーチョさん、もう22分、今夜も休憩なしで配信しています。そうですね、休憩なしで配信しています。ちょっと飲み物は飲んだりしましたが。シロちゃんさん、タコさん、ありがとうございます。ヤシチさん、バラ、ありがとうございます。名前読めなくてすいません。タコさん、ありがとうございます。タヌーぶっちゃんさん、飲み物もらっちゃいました。ネバーソバさん、髪を下ろしたらちょっとお姉さんになりたっちゃうねって言うんですか。ちょっとお姉さんになるって言われます。髪をこうやってやっちゃうと子供みたいに見えるってよく言われます。ズーデスさん、こんばんは。こんばんは。クリフトさん、毎日3時間、すごい、ありがとうございます。3時間
みっちり頑張っていこうかなって思ってます。ハッピーハッピーさん、沖縄って何回ぐらい行ったことあるかな。3回4回くらい行ったことあります。だったらさ、ショールームの写真は急に撮られてびっくりしたって候補生みんな言ってる。そうですね、急に撮られたので顔が全然やばかったです。めちゃくちゃびっくりしました。でバーサマのさ、そういえば成功って思えないほどしっかりしてるね。配信ではめちゃくちゃしっかりしてるように見えますか。お家ではそんなことありませんね。めちゃくちゃ甘えん坊です。くんちゃんさん、上はお兄ちゃんお姉ちゃん、お兄ちゃんとお姉ちゃんです。先生さん、星様ありがとうございます。クリスティさん、こんばんは。NMB パワーアップ確定だね。パワーアップ NMB48 さん、ぜひしていってほしいなって思いますね。おでんやさん、こんばんは。こんばんは。守護星さん、こんばんは。漢字読めなくてすいません。こんばんは。カイトさん、ロロちゃん家でも可愛がられてるやろな。めちゃくちゃ可愛がられてますね。めちゃくちゃ嬉しいです。でバーサマーさん、カラコメイク目の加工はしてません。定期、そうですね、めちゃくちゃ定期です。うちぴさん、だるまさん、ありがとうございます。キラさん、チラチラ。ポテチーさん、タコさん、ありがとうございます。はじめまして、はじめまして。白いハートマークをタップしてピンクにしてくれると嬉しいです。そして SMS の承認でしたっけ、承認ぜひよければお願いします。らっちゃんさん、流れ星ありがとうございます。みかにゃんさん、こんばんは。こんばんは。ひょうたく、かじゅさん、ひょうたく集めてます。個数じゃなくて人数です。2つ以上はポイントに反映されます。そうです、2つ以上はポイントに反映されます。カイトさん、ロロちゃんとあやみちゃんの狼とプライドしてるのめっちゃ見たい。私もプライドめっちゃしてみたいですね。もちさん、頑張ってください。頑張ります。もっくんさん、ハートありがとうございます。ミカニャンさん、他の候補生の配信見てる？めちゃくちゃ見てます。と星とかいろんなギフト投げたりしてます。キミさん、こんばんは。こんばんは。トラピーさん、こんばんは。こんばんは。ズーデスさん、タコさん、ありがとうございます。ネバーサワーさん、こんなに可愛いスイクいたら甘えさせちゃう。ありがとうございます。めちゃくちゃ末っ子で甘えん坊です。もっくんさん、頑張ってください。頑張ります。先生さん、ロロちゃんに甘えられた。何でも買っちゃうな。何でも買ってください。ポチチーさん、タコさん、ありがとうございます。ハッピーさん、一人でバスや電車に乗れる新幹線が難しいかな。一人でバス乗ったことありません。電車は一人で行きます。新幹線は難しいです。ねえ、お兄ちゃんとお姉ちゃんは何歳なの。お兄ちゃんとお姉ちゃん、なんか年齢あまり覚えてないんですよ。すいません。なんか年齢たまに何歳だったっけってなった気があって、年齢が全然覚えてないんですよ。すいません。結構年上です。のわてさん、ほんとありがとうございます。よじろうさん、ちらちら。高橋さん、初見で。けんさん、こんにちは。
レバーザーさん、認証、そうですね、認証の言葉が全然覚えられませんね、すいません。レバーザーさん、あと30分頑張ろうね。あと30分頑張っていけたらなって思ってます。ケンちゃんさん、初見です。ケンさん、こんにちは。ぜひ白いハートマークをタップしてピンクにしてくれると嬉しいです。そして SMS の認証もお願いします。まさのパパとママは30代ですか。そうです。ゆうさん、りさちゃんに似てる感ある。よく言われますね。よく似てるって言われます。かぜさん、言いにくい場合は電話番号登録でいいかな。ありがとうございます。電話番号登録ですね。言いにくいですね。見てみて。ゆうとさん、ポニテ揺れの可愛い、ありがとうございます。おてちさん、たこさん、ありがとうございます。ムージュさん、ギフト投げるってすごいな。そうですね、めちゃくちゃすごいですね。ココさん、こんばんは、頑張ってね、頑張ります。はやひでさん、はじめまして、はじめまして。ぜひ白いハートマークをタップしてピンクにしてくれると嬉しいです。そして SMS の認証もよければお願いします。ナチュラルさん、8時で配信終わってからも他の候補生気になるよね。そうですね、めちゃくちゃ気になります。なのでよく見に行きますね。皆さん、たくさんのギフトありがとうございます。フォローしてしまいました、ありがとうございます。ケイさん、はじめまして、はじめまして。ぜひ SMS の認証もお願いします。席に座るだけで、それがめちゃくちゃ難しいんです。もう乗るのもめちゃくちゃむずいって感じてしまいますね。カッチさん、タコさん、ありがとうございます。オオカミくんさん、ダルマさん、ありがとうございます。タコさん、タコさん、ありがとうございます。カイトさん、 SMS の認証の説明ですかね、ありがとうございます。パクティさん、こんばんは、こんばんは。伊豆ゆうさん、これラブレターですかね、ラブレター、ありがとうございます。ラブレターみたいな、ファンレターみたいな、ありがとうございます。ココさん、だるまさん、ありがとうございます。三回せんべいさん、タコさん、ありがとうございます。ガキラさん、月、時期、時期ですか、時期、次、時期、時期、センターやね、ありがとうございます。センターに立ちたいです、ね、めちゃくちゃ立ちたいです。ごめんね、チャーリーさん、お疲れ様です。皆様本当にお疲れ様です。フラフラひらひらさん、タコさん、ありがとうございます。ドゥーズさん、フォロワー1212人、一番多いね、ありがとうございます。皆様たくさんのフォロー本当にありがとうございます。はるさん、配信終わったらどんなことしてるの。お友達と電話や宿題を頑張ってしています。ココさん、だるまさん、ありがとうございます。名前分からなくてすいません。たこさん、ありがとうございます。ダイヤさん、たこさん、ありがとうございます。キクオさん、11歳そうです。小学6年生の11歳です。ノラさん、こんばんは、こんばんは。カズさん、こんばんは、こんばんは。シロポンさん、初見です。初見さん、こんにちは。ぜひ白いハートマークをタップしてピンクにしてくれると嬉しいです。そして SMS の認証もよければお願いします。イモさん、初見です。初見さん、こんにちは。ぜひフォローお願いします。ぜひ楽しんでいってください。みかんさん、お疲れ様です。皆様お疲れ様です。ひろゆきさん、ハートありがとうございます。ポテキーさん、タコさん、ありがとうございます。
むっちゃたこさんたくさん、そうですね、たこさんめちゃくちゃたくさんです。みのさんこんばんは。ちゃんさん、初見です。初見さんこんにちは。ぜひ白いハートマークをタップしてピンクにしてくれると嬉しいです。そして白いハート、白いハートマークで推薦間違えました、すいません。 SMS の認証もできればお願いします。クレさん、年齢的に考えたらめちゃくちゃいい候補人です。そうですね、年齢的に考えたらめちゃくちゃいいです。オオカミくんさん、初見さんフォローしてあげてね、ありがとうございます。トウイさん、タコさんありがとうございます。ツリスさん、バラありがとうございます。ハルさん、家にたこ焼き器は持ってますか？持ってません。タカさんこんばんは。こんばんは。小澄さん、3時間連続では疲れるため、途中何回か休むんですね。何回か休もう。私は休まずにぶっ通しでやっていけたらなって思ってます。こんばんは。こんばんは。ハッピーさん、アニメとか見ますか？アニメはお猿のジョージやしんちゃんを見てます。名前読めなくてすいません。タコさんありがとうございます。3日でフォロワー1200突破、すごすぎる。ありがとうございます。皆様のおかげです。キクさんですかね。こんばんは。こんばんは。のりんさん、この年齢で3位はすごすぎる。ありがとうございます。ぜひキープできるようにしておきたいですね。キクさん、お星様ありがとうございます。のりさん、誕生日はいつですか？誕生日は12月の1日です。オノピーさん、ただいま帰宅、遅くなりました。5番ありがとうございます。そうですね、オノピーさんお帰りなさい。ガムちゃんさん、ハートありがとうございます。小学生は9期でアミアヤが加入したのを最後に、他グループ含めどこも加入させてないから、あなたに来てありがとうございます。高人さん、ハートありがとうございます。トマトさん、小学生で3位はすごいですよ。ありがとうございます。本当に皆様のおかげですね。受験さんこんにちは。ぜひ白いハートマークをタップしてピンクにしてくれると嬉しいです。ぜひ楽しんでいってください。むちょさん、たこ焼き器がないと。そうですね、たこ焼き器がないんです。のぴーさん、たこさんありがとうございます。ちくさん、頑張ってね。頑張ります。めちゃくちゃ猫さん泣いてますね。たかひとさん、ハートたくさんありがとうございます。キラさん、何位まで入ればいいの？上位の方、2位ですね。2位と1位になれば OK です。レバーサダーさん、お父さんお母さんは関西の人。そうですね、関西の人です。皆さん、たくさんのギフトありがとうございます。山田さん、リコーダー吹いてみて。リコーダーは本当に下手なので弾けませんね。今日音楽で弾いたことあるんですけど。今日めちゃくちゃ下手でした。ひょうたこは何ですか？ひ
ようたこですね、今送られてきているこの茶色くてヒョウ柄なタコですね。イベントに関係するタコさんです。ナイティさん、ヒョウタコありがとうございます。オウナフヒトさん、こんばんは。タコパしたことある？タコパはしたことありません。合格したら NMB48 どころか全グループ最年少になる。最年少になりたいですね。めちゃくちゃなりたいです。オノピーさん、今日で2回目だけどすっかり大ファンです、ありがとうございます。高倉さん、猫ミームで誰が好きですか？猫ミームではなんかシクシク泣いてる子ですかね。シクシク泣いてる子が可愛いなって思ってます。ポテチーさん、タコさんありがとうございます。ノリーさん、部活は何してるの？部活はしてません。小学6年生なので委員会クラブつくぐらいしかしてません。ユーアイさん、身長は何センチありますか？約48センチです。宮津代さん、ハートありがとうございます。3位まで上がってすごい、ありがとうございます。ムーチョさん、ヒョウタコは定番のところにいます。そうです、ヒョウタコは定番のところにあります。どちらさん、ヒョウ柄のタコをもらった人数が一番多い候補生も最終審査に行きますのでお願いします。本当にお願いします。ヒョウタコ一番もらった人数でも行くことができるのでぜひよろしくお願いします。カイトさん、でも3位と2位じゃダメな、ファンの多さも評価してほしいぞ。2位と1位は OK なんですけど3位はダメみたいです。オノビーさん、タコさんありがとうございます。ヤスベイさん、こんにちは。こんにちは。むちゃさん、タコパないや。そうですね、タコパないです。レバーサバさん、また横を向いてプリント見せてください。こんな感じです。こんな感じです。トマトさん、皆様ひょうタコお願いいたします。本当にお願いいたします。ゆすべさん、今日も可愛いですね、ありがとうございます。むちゃさん、現在タコ実質1、ありがとうございます。皆様本当にありがとうございます。ラブレターみたいなのありがとうございます。みっちょんさん、はるさん、好きな委員会は何委員会ですか？好きな委員会は運動委員会です。今年運動委員会になりました。ハマーさん、タコさんありがとうございます。みさん頑張ってね、頑張ります。シャツラさん、ランドセルはやっぱり重いですか？めちゃくちゃ重いです。みのりんさん、漢字読むの得意、漢字読むのはめちゃくちゃ苦手な方です。みのりさん、ルール上は2位までとタコランキング、そういうことです。もう飛び級でもね、飛び級で合格でしょう。ありがとうございます。皆様タコさんありがとうございます。そして皆様ギフト、フォロー、本当にコメントありがとうございます。ユーアイさん、アイドルになりたいと思ったきっかけは何ですか？元からアイドルになりたいってちっちゃい時から思ってました。ハマーさん、ヒョウタコ1位でも最終審査進出ですかね、確定なんだね。すいません、読み上げ不要です。読みました。そうですね、確定です。読めなくてすいません。ヒョウタコありがとうございます。水平さん、かわいい、ありがとうございます。かわいいから通りすがりなのに投げちゃうよ、ありがとうございます。ロンリーボーイさん、やっと仕事があるけど米全然できなかった。全然大丈夫ですよ。
もう見てくれるだけで本当に嬉しいです。ヤルさん、やっぱりポニーテは横顔か後ろから見たら可愛いね。そうですね、後ろから見た時によく可愛いって言われます。ロードリゲスさん、初めて来ました、ありがとうございます。来てくれて本当にありがとうございます。クリフトさん、あと15分間頑張っていけたらなって思います。ジンさんですかね、タコさん、ありがとうございます。ポテチーさん、タコさん、ありがとうございます。サトくんさん、タコさん、ありがとうございます。ロドリゲスさん、かわいい、ありがとうございます。ゴリージさん、こんばんは、こんばんは。ニギさん、流れ星、ありがとうございます。ユミトさん、1位の人が両方入ればロロちゃん、ロロちゃん、繰り上げって言うんですかね、繰り上げ1位の、そうです、1位になります。あれ、さっき来た2番入り、ありがとうございます。バルキーさん、2位まで入らなくても合格でしょ、みんな思ってるよ、ありがとうございます。ネバーサバサ算数も苦手です。皆様たくさんのギフト本当にありがとうございます。トマトさん、1万3000人突破しました。ヤッチーさん、こんばんは、こんばんは。佐藤くんさん、ピカピカ、ありがとうございます。ひとしさん、流れ星、ありがとうございます。ロドリゲスさん、個人的には合格で良いです、ありがとうございます。ヤスベイさん、だるまさん、ありがとうございます。チラチラ、キラさん、タコの順位は出てるの、タコの順位は出てます。リーさん、えらい、ありがとうございます。ムーチョさん、もうあと15分か、早そうですね、15分ってめっちゃ早いですね。カイトさん、 NMB48 さんを選んでくれてありがとう。もちろんです、私も選んでよかったなって思ってます。庄司さん、こんばんは、こんばんは。ニニギさん、ハート、ありがとうございます。よっちゃんさん、こんばんは。こんばんは。カイトさん、明日も5時からですか。そうですね、明日も5時からですね。ムートさん、お疲れ、ありがとうございます。いのりさん、タコランキング繰り上げより2位まで安全だと思います。仮に最終1位が3位になった場合、そうですね、そういう感じです。ポテチーさん、タコさん、ありがとうございます。皆様本当にたくさんのギフトありがとうございます。はじめまして、来てくれてありがとうございます。ネバーサマズさん、じゃあ明日も朝4時に起きて待ってるね。早起きになっちゃう、早起きですいません。ぜひ待っていてくれたら嬉しいなって思ってます。ひらっぴちゃんさん、かわいい、ありがとうございます。ポテチーさん、タコさん、ありがとうございます。タコさん、ありがとうございます。ユーアイさん、 NMV 劇場公演見に行ったことあるのかな。見に行ったことありません、まだなくて見に行きたいなって思ってます。こんばんは、こんばんは。アプリ設定でコメントサイズが大きくできるから変更しておいたら、離れてもコメント読みやすくなるよ、ありがとうございます。教えてくださりありがとうございます。だるまさん、ありがとうございます。ひっちゃんさん、スキューバーダイビングなんてすごいね、ありがとうございます。で、ね、スキューバーダイビングはすごいってよく言われますね。ミカニャンさん、他のアイドルグループ見てる？他のアイドルグループあまり見てないですね。 NMB48 さんのアイドルグループよく見てます。
何さ、全治くん近く何も飲んでないの？よく飲んだりしてます。ですね、あとハマーさん、ヨータコは投げた人の数、あと34人の人がヨータコ投げてくれればヨータコ1位だ。そうですね、ヨータコ1位になっても34人の方が投げてくれると。タコギヒト132位と1位と33人の差。33人って結構大きいですね。たけさん、レモン酸っぱくない？酸っぱくありません。かたけんさん、だるまさん、ありがとうございます。はじめまして、はじめまして、はじめまして。ぜひ白いハートマークをタップしてピンクにしてくれると嬉しいです。ちやさん、まだ6日もあるからマイペースで頑張らない、頑張っていきます、マイペースに。クリさん、お疲れ、ありがとうございます。ポテチーさん、タコさん、ありがとうございます。レバーサマーさん、あと8分、そうですね、あと8分で配信終了します。タケンさん、ダルマさん、ありがとうございます。コメント見れなかった方は本当にすいません。お疲れ様です。お疲れ様です。はるさん、今何人からタコギフトもらってるんですか？ちょっと見に行きますね。見に行きます。今ですかね。今はちょっと見ていますが。これじゃありませんね。タコギフトですね。そこは133人の方からタコギフトもらっています。皆さん、たくさんのギフトありがとうございます。あっちゃんさん、朝の5時から配信してるの？朝の5時じゃありませんね、夕方の5時から8時まで約3時間くらい配信させていただいています。お疲れ様です。お疲れ様です。皆様本当にお疲れ様です。たんたんせんべいさん、たこさん、ありがとうございます。富士山、配信終わったらちゃんと喉休めてね。ちゃんと喉を休めます。先生さん、毎日配信見れて本当楽しいよ。ありがとうございます。ムリーさん、ランドセル何色？水色、ピンク、紫、この3色のランドセルです。あと6分です。あと6分間頑張っていこうかなって思います。また綺麗やね。スキンケアしてるの？スキンケアしてます。お疲れ様でした。皆様本当にお疲れ様でした。あと6分ですね。ちゃんと時計があるので時間をちゃんと見てます。あと5分ですね。ところてんさん、お疲れ様です。お疲れ様です。なんてさん、長時間ありがとう。全然こちらこそ見に来てくれて本当にありがとうございます。お母様さん、たまにランドセル配信するコンビニ。そうなんですか。ランドセルは今下に置いてあります。私2階で配信していて下に置いてあります。かぜさん、あと5分早いんだそうですね。あと5分経つの、めちゃくちゃ早いですね。配信してたら時間あっという間に終わっちゃいますね。むちゃさん、星投げしてたら100以内にようちゃんいるかな。そうですね、でもできなかったりしてますね。やっぱりちょっとしか投げれなかったりしてるので。むちゃさん、3分ぐらいになったらランキング読もうか。今読んでおきますね。ランキング読むのめちゃくちゃ遅いので今から読んでいきたいなって思います。じゃあ読んでいきます。じゃあ10位の方まで読んでいきます。1、ムーチョさん、2、アンニントーフさん、3位はこの
こう、夢、ミュウさんですか、ミュウさんですかね。4位、焼き鳥先生さん。5位、ズーデスさん。6位、ポテチーさん。7位、炭酸せいべいさん。8位、釣りしーさん。9位、カイトさん。10位、オノピーさんですね。皆さん、たくさんのギフトありがとうございます。そうですね、私1、統計から読んでるんですよ、今は。統計から読んでもいいよっていうのを聞いたので、涼しい、すいません、涼しくて。ライブランキングというか、ポイントで読んでます。漢字が全然分かんなくてすいません。ライブランキング、ライブランキングってどうやって見るんですか。ちょっと待ってくださいね、読み方が全然分からなくて。13位まで読んで分かりました。13位まで見ますね。ちょっとこれで読んでみるんですか。11位、ヤシティさん。12位、サヤネーさん。13位、ちょっとごめんなさい、漢字読めなくて、なんか猫のアバターなかったんですけど。ライブランキング、いや、選択できなくてすいません。ライブランキング選択できませんね。できませんね。こんばんは、こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。統計ランキングのため、統計ランキング、統計ランキングの隣、なんかないありませんね。ちょっと見てください。全然ありませんね。まだ使い方慣れてなくてすいません。すいません、全然慣れてなくて。明日ぜひぜひ覚えていけたらなって思ってます。明日ちゃんとしっかり覚えようかなって思ってますですね。本当にすいません、本当にすいませんでした。多分あともうちょっとできると思います。じゃあさようならですね。また勉強してきます。お疲れ様でした。